皆さんお疲れ様でございます。新型コロナウイルス感染者の状況につきまして発表いたします。3点でございます。まず1点目ですが、新たなクラスターの発生3件についてでございます。お手元にありますクラスター概要をご覧ください。まず1件目のクラスターについてです。番号欄89の症例欄にあります24名の方につきましては、薩摩町内の事業所に関連する感染が判明いたしました。このため新たにクラスターが発生したと判断し、当該感染をクラスター89関連として整理することといたしました。次に2件目のクラスターについてです。番号欄90の症例欄にあります12名につきましては、薩摩仙台市内の接待を伴う飲食店に関連する感染が判明いたしました。このため当該感染をクラスター90関連として整理することといたしました。次に3件目のクラスターについてです。番号欄91の症例欄にあります11名につきましては、兵庫市内の児童施設に関連する感染が判明いたしました。このため当該感染をクラスター91関連として整理することといたしました。それぞれクラスターが発生した施設等におきましては、感染者が発生して以降、接触者の特定がなされており、現時点で不特定多数の感染拡大はないと判断し、当該施設等の名称は公表しないこととしております。次に2点目でございますが、鹿児島県内における変異株の状況についてでございます。県内の新型コロナウイルス感染症の感染者について、県環境保健センターで変異株スクリーニング検査を実施しましたところ、L452R 陰性および解析不能、いわゆるオミクロン株疑いの方が420例確認されましたので公表いたします。また県環境保健センターのゲノム解析により変異株が46例確定し、うちオミクロン株は38例確定いたしましたので合わせて公表いたします。次に3点目でございますが、昨日公表の139例および本日確認されました299例の方についてでございます。現在の症状等につきましては資料作成中でございまして、後ほどご提供させていただきます。また感染者の状況につきましては、お手元にお配りしている通りでございまして、感染者の療養先状況につきましては現在作成中でございますので、また後ほどご提供させていただきます。本日は新たに632名の新規感染者が確認されております。県内の新規感染者は1月に入り、県内各地で感染者が急増し、本日過去最多となる632名の新規感染者が発生しております。また本日新たに3件のクラスターが発生いたしました。現在県では県内で感染が急拡大している状況や専門家の意見を踏まえ、1月27日から2月20日までまん延防止等重点措置が適用されているところです。県民の皆様におかれましては、引き続き基本的な感染防止対策を徹底していただいた上で行動していただくようお願いいたします。発熱等の症状が生じた場合は、早めにかかりつけ医等の地域の医療機関に相談していただくか、相談する医療機関に迷う場合にはお近くの受診相談センターに相談していただくようお願いいたします。現在県内のあらゆる場所で感染が拡大しており、いつどこで感染するかわからない状況にあります。現時点でオミクロン株にほぼ置き換わっていることを考えますと、今後のさらなる感染拡大が懸念されるところです。ワクチンを2回接種された方も油断することなく、これまでと同様マスク着用、こまめな手洗い、消毒の徹底、定期的な換気を行うなど、基本的な感染防止対策を今一度徹底していただきますよう、県民の皆様お一人お一人に改めて取り組みをお願いいたします。県民の皆様におかれましては、安心安全と社会経済活動の両立に向けて、引き続き強い警戒感を持って感染防止対策の徹底にご協力をいただきますようお願いいたします。私からは以上です。株の資料につきましては、今からお配りします。申し訳ありません。まずは幹事社からご所属とお名前をお名乗りの上、本日発表のクラスターに関する質問がある場合は質問をお願いします。すみません、幹事社から、共同通信の相澤と申します。よろしくお願いします。すみません、
言える範囲内で結構なんですが、90番目はですね、接待を伴う飲食店ということですが、はいはい、この飲食店の形態について何か言えることはありますでしょうか。形態でございますか。営業形態です、ね。まあ、接待を伴う飲食店ということでございますが、スナックであるだとか、はい、キャバクラであるとか、そういう話は、まあ、そこまで具体的な業種を言いますと特定される恐れもございますので、そこは差し控えたいと思います。はい、91例目の児童施設に関しても、一般的に児童施設と。そうですね、はい、そういうことです。はい、すみません、89番目のこの薩摩町の事業所なんですけれども、はい、かなり例が出てから の公表になったのかなというふうに感じたんですが、はい、この点は何か特定に時間がかかったりとかってのはあったんでしょうか。まあ、まあ、感染機会とさまざま分析していく中で、同一の場における、まあ、感染拡大が確認できたと、まあ、でクラスターと判断できたのが、まあ、本日発表に至ったと、まあ、いうようなところでございまして、まあ、これまでも感染機会と、まあ、分析した上で本日の発表に至ったということでございます。クラスターに関しては幹事社からは以上です。